くぞ。復習なんだけれども、まずはじめに2つの波が干渉するっていうのを考えるとき、2つの波が何とかの場合っていうのと、2つの波が何とかの場合っていうのをやりましたね。簡単な方、ホニャララ位相っていうやつだったんだけど、何でしたっけ？簡単な方が。同位相。そう、簡単な方が同位相。ちょいと面倒い方が逆位相。そう、逆位相ですね。で、まあ、同位相の場合、二つの波が、ホニャララ合うっていうのが二つありましたね。ホニャララ合うっていうのと、まあ、ホニャララ合う。まあ、どっちもホニャララ合うなんだけど、一個目の方が強め合う。そう、強め合う。二個目の方が弱め合う。そう、弱め合う。逆位相の場合も一緒だね。一個目が強め合うで、もう一個が弱め合う。でした。で、条件を考えるときに登場する文字、こんな M とラムダっていう2種類がありましたね。 M って何でしたっけ？そう、整数ですね。ラムダって何でしたっけ？波長。そう、波長ですね。で、この M とラムダ使って強め合う条件とか弱め合う条件考えてくれって話なんだけど、まず同位相、2つの波が同位相の時の強め合う条件って何でした？ M ラムダ。そうですね、 M ラムダ。それに対して2つの波が同位相で弱め合う条件、これって何でしたっけ？カッコ M たす2分の1カッコ閉じラムダ。そうっすね、カッコ M たす2分の1カッコ閉じラムダ。なんか教科書によってはこんな風に載ってることもあるんだけれども、俺は上のこっち側で覚えることをおすすめしていますと。で、今度は2つの波が逆位相の時考えるんだけど、今度強め合う条件、これどうなるんだっけ？カッコ M たす2分の1カッコ閉じラムダ。そうっすね、上のこいつが入れ替わるっていう風に覚えちゃうと楽っすね。そうすると一番最後の2つの波が逆位相で弱め合う条件、こいつがメラムダですねっていう感じのやつがありましたね。同位相の時強め合う条件が M ラムダ、弱め合う条件はカッコ M たす2分の1カッコ閉じラムダで、2つの波が逆位相だったら強め合う条件、弱め合う条件が逆になっちゃうよというお話がありました。Alone, but I can be the one you read on now, the one is yours.